最後まで見ると藤原さんの新しい挑戦がわかる。新しい挑戦。はい、どうもこんにちは、スターバンドへようこそ。新曲のユニバース早速歌ってみました。レンです。ハイトです。こんにちは。聞いた。お、聞いた。一箇所気になったとこがあって、なんか途中歌詞なくなかった。ちなみに俺コメントで、あ、そういうことかって思っちゃったんだけど、聞き取れてないんだ。いやいや、もう全然聞き取れてない。あ、そういうことなんだ。あれ聞き取れる人いたらコメントくれ。マジで。他にも歌ってみたらあげてる人いるんだけど、うん、ほとんどの人が同じ場所でやっぱり歌詞を消してなんか、あ、そうなんだ、それっぽく歌ってる。そうなんだ。いやでも俺それっぽく歌うのはちょっとボーカルに反してるなって思って、すごい意味のわからない歌詞をしっかり歌った。あ、そうなんだ。だから俺なんでここ歌詞書いてないんだろうと思ったの。歌ってるのに。あ、そう、パッと見わかんない、マジでわかんない。あ、俺の、それが俺の手のひらだ。レンが自信満々すぎて、そう、自信満々でいけば、まあ、なんとかなるかな。ライブでもよく自信満々で歌ってもらえるから。そう、2番と1番同じ歌詞でやるから。まあ、それの延長線上に、あの作品が生まれた。なるほどね。だ、全然気にならなかったですよ。お、よかった。これからもじゃあ、そうしていこう。まあでも本当に正解分かる人も多分いると思うんだ。で前回さ、前回そう関係ないんだけど、前回さ、エスカペードでここ何言ってるか分かんないみたいなのを動画で問いかけたわけよ。そしたらもうコメント欄に正解がもう5、6個ぐらい出た。ちゃんと証拠もね出してくれて。遥かな未来でしょ。そう。今回のこのユニバースも正解を待ってます。それがよかった。確かに。いや、まあもう一回撮るかもしれないから。正解聞いてからもう一回撮るから。来年のお楽しみ。はい。ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムの新曲ユニバースのボーカル分析やっていきたいと思います。はい、早速レッツゴー。今回の注目ポイントは2つ。はい、まず最初の注目ポイントは、ヒゲダンは魔行を聞け。出た。魔行出たな。この前作業だったよね。この前作業だった。今度は魔行。今回は魔行めっちゃうまいわ。このシリーズわけわかんないのよ。今回のユニバースって、未来がって始まるじゃん。もうその未何回もう練習したか。ああ、はいはいはい。いや、未侮ることなかれで、マジで。お、そうなんだ。あの実が、ただの実じゃない。ただの実じゃない。つければいいかなって思ってた。まあ、ミムメモに未未来が、未来がって、未来がってやればいいかなって思ってたんだけど、いや、なんかどうやらそれだけじゃなくて、ミのこの瞬間最高風速みたいな。一回聞かせてもらっていいか。もうちょっとはついていけない。ついていけない。ちょっと今もう。じゃあまず早速その未来の未、はい、聞いてみようか。そうなんです。オッケー。じゃあちょっとついていけないこれ以上。あと、あの声優さんのセリフとかも入ってるから、まあそこをどうにかシャットアウトして、自分の中でフィルターかけてね。そう未来の未だけ聞いて、そしたらもう、あ、いい未だなってきっと分かってくれると思うから。はい、じゃあ行くよ。未来の未ね。はい、未のこの勢いに注目して、はい、行くよ。ほっだ。こちらから見たら、あなたたちの方が巨人です。未来がどうとか、はじめまして。あー、なんか風を感じる。風を感じるでしょ。風を感じる。普通に歌ってるだけじゃこのうまさは出ないんだよ。好みは出ない。なんか立ち上がりがすごいいい。そう、それ、そこがめっちゃ早い。未来がぐらい、もうめっちゃ身入れてるわ。早いんだ。でも、まあ、とか入れてみたけど全然できなくて、未来とかそういう話じゃなくて、もう殴ってるぐらい。未来がってもう未来に飛び込んでる感じ。まあこの後にまぶたもあるから、はい、ちょっとまぶたの間、はい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 、もうちょっと一回聞いてみて。その流れで未と間でもうほんと未と間くるから。アッパー入れてんの。そう間がアッパーだから。いや、間の方が強かったかな。魔の方が結構苦労した気がする俺も。まあ、ちょっと聞いてみる。そう、この後のじゃあまぶたを聞いてみよう。じゃあ一回いくよ。まぶたのマネ、立ち上がりに注目。いくよ。ほっ。僕は僕様の愛犬でロコロコと言います。まぶたの小さくなって、パッと入るね。こっちの方が分かりやすくない？まぶたの方が分かんない。
通の間じゃない。普通の間だと。普通の間じゃないんだ。まぶたの裏っていうのと、うん、まぶたの裏って言ってる違い。はい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 、はい。ヒゲダンの藤原さんの魔行は全部これぐらいの勢いあるわ。あ、そう。他の曲も。魔行が。魔行が。まあ、この動画はどっちかというと新曲にフォーカスしてるからあれなんだけど、まあ、次回あの魔行にフォーカスしてちゃんと動画また作るんで。また魔行やんの。魔行。ちゃんと魔行がこんだけすごいんだぞ動画はまた別で用意するんで。とりあえず今回は、まあ、新曲は魔行を要チェックなんだっていうのを覚えてもらって。はいはいはい。よく聞き方する人いるから。いや、いるいる。いや、新曲味わった後でもいいよ。もう、まあまあそうですね、何も考えないで聴いた後に、まあ、魔行いいなって思うのもいいし。なんかいろんな聴き方あるよ。そう、独特ですね。俺は魔行から入るって人でも俺はありだと思う。うん、メッセージ入ってるから、この魔だけに。魔だけに入ってる。魔だけに藤原さんのメッセージも思ってる。分かる。もうちなみにどういった、宇宙宇宙の広がりみたいなのを、ま、MA のその「ま」だけに込めたあの感じはね。はいはい。まあ編集どうにかなるでしょう。で次か。ハハ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 ハ。今回2つ目の注目ポイント、2つ目の注目ポイントはもうここすごポイント。はい、ここすごポイントはさらっと取り入れた流行りのフェイク。流行りのフェイク。うん、いや、あんま藤原さんが今までしてこなかったフェイクが入ってる。ほう。へー。あーあーああ。そう、そういうの、そういうの、そういうの。あんまりやるイメージないじゃん。まあちょこちょこはあるけど、うん、な、長めのフェイクとかはやってないじゃん、あんまり。でも今回はなんか珍しいフェイクが入ってるんだよね。その藤原さんっぽくないフェイク。うんうん。で流行りなの、それは。それがもうノーベルブライトとかワンオクとかマイファーストストーリーとか、なんかいろんなバンドが結構癖のように入れまくってるフェイクを、今まで自然に入れてなかった藤原さんが結構長めの一個入ってるから。へえ、どこだろう、わかんない。ちょっと一個聞いてみようか、じゃあ。はい。サビ終わりの長いユニバースって歌った後のあーで、あーっていうのが入ってるから、うん、そこ一回じゃあ聞いてみよう。はいはい。その前にフェイクの説明がちょっと、あ、わかんなかった、うん、フェイクは歌詞にないところをかっこよく歌う感じ。はいはいはい。いや、もう聞けば分かるから。あ、まあまあ、いや、そのユニバースの後にあーでかっこよくしてるとこある。あー、なるほど。そうそう、今のパーもちょっとフェイク。いやいや、分からん分からん、余計分からん。分かったでしょ。分からん。あーそうそうそう。あー、いや、分かんないでしょ。あーでかっこよくしてるとこある。あー、分かる。あー、分かる。会話の間にフェイクってよく入ってるから。そうそうそう、結構入ってるから。そのフェイクに注目して一回聞いてみよう。はい、いくよ。ほっ。今にんじん、地球の皆さんに出会えてよかった。あー、これね。そう、はい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 。しかもあんまやんないんだよ藤原さんって。あ、そうなんだ。いつも 2,3 音ぐらいの、うん、あーとかだけはやる、うんうん、ガンガンやるんだけど、この長さは CD だと俺は初めて聞いたわ。確かに結構派手に動いてるよね。そう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 、うん、じゃあちょっと分かりやすく何やってるかっていうのを、うん、ピアノアプリで流してみる、うん、じゃあまず何やってるかっていうと、はーってやってんのよ。ダラダラーってめっちゃ音をタタタタタって、うん、分かりやすく言うとタタタタタってやってるんだけど、うん、これが違うね。ジャズとかでやるやつでしょ。そう、ダラってやつ。ダラ、おい、あ、これ、はいはいはい、これ、はいはいはい、これ今のいくよ。いや、まあニュアンスだね。いや、まあ、まあ、そう、分かりやすいけど、そう、そう、アプリでやるのはちょっと確かにやろう。だけど、まあこれをアプリでやって、しかもなんかすげえ音ずれててやりづらいっていう今事件に気づいたんだけど、まあ Bluetooth まだまだなってやっぱ。まあまあそうですね。これはそういうドラえもんの時代にまだ追いついてないってメッセージがこもってる。これがいつも、うん、と
とかだったらダーアーとかだったら入る、すげえよく入ってる、はいはい、藤原さん、うん、ただそれがこのあーあーみたいなのはあんまやってない、あんまっていうか今までライブではやってたかもしれないけど、うん、CD の音源ではあるもん、うん、音源にフェイクは全然入ってなかったから、そうなんですね、そうだからどっちかというとそのトレンドを取り入れた、うん、なんかいるじゃんおしゃれな人ってさ、今年のトレンドはファーですみたいな、はい、それをじゃあファー取り入れて自分なりにおしゃれしようみたいな、うん、はいはい、それぐらいのおしゃれさ入ってるこれ、新しい引き出しをさらに貪欲に取り入れながら、なるほどなるほど、トレンドに乗ったノーベルブライトとか結構巷で流行ってる曲に入ってる長めのフェイクをちょっと自分のフィルターみたいなのに通して自分っぽく、全然ノーベルブライトっぽくない自分っぽいフェイクにして、うわ挑戦してんなって感じたのが今回のユニバースの俺の最初の印象だったかな。確かに言われてみると新しさはね、ある気がする。こんな高いところでこんなことは俺はやんないでほしいかな。高い、そう、確かに確かに。歌ってみた、やってみて思ったけど、この高さでこんな長いフェイクはちょっとあんま入れないでほしいっていうのは、入れないでほしい、まあ、結構切実な。これしか相当難しいからね。あ、そうなんだ。カラオケでこんなんやってる人ってマジでなかなか見たことない。へえ、うん。結局だからそのフェイクって、うん、その歌詞のないところにかっこよく、かっこいい感じで歌えばいいから、はいはいはい、別にこれにしろっていうわけじゃないけど。あ、なるほどね。まあ。自由っていきなり言われても難しいじゃん。確かに。いや、ダンスとかでちょっとやってたんだけど、うんうん、いきなり、あ、じゃあこの4小節フリでって言われて、全然、はっ？なんか最初わかんないときは頑張ってこれをコピーするっていうのでも結構楽しく歌えるようになるし、うんうん、なんならまあこのユニバースを聴くときの新しい見どころはここって思うかな。なるほどね。まだ新曲だから短いからね、うんうん、もっと語りたいんだけど、ね、まだ1分半ぐらいしかないから今回これぐらいで、割とドラえもん強めなのね。そう、ドラえもん あの声気になったでしょ。さすがにこれでドラえもんの声流して2020みたいな静香ちゃんちょっと一回置いといてとかなったでしょ。そう、だからまあ歌ってみてあげたんで、はい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 、はい、まあ新曲来年もちょっと楽しみにしましょうということで、今回ユニバースのボーカル分析やってみました。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムユニバースのボーカル分析動画でした。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマはグッとくるアドリブ、まあ、さっきみたいなフェイクでもいいな、はいはいはい、もちろんライブで普段の音源とちょっと変えて歌ってるところみたいな、うんうん、ベースの奈良崎さんは結構よくやってるじゃん、はいはい、でもボーカルのジェフさんも結構ちょこちょこアドリブ入れてるから、ラストソングの、うん、もう音歌いたいのになーっていうところの一番最後、はい、こうなんかライブでめっちゃ高く歌ってたのあったり、あー、はいはいはい、オクターブでね、そう、その1オクターブ歌うとこめっちゃ好きなんだ、ああいうアドリブみたいなのをもっとおすすめがあったらぜひぜひコメント欄で教えてほしいと思います。はい、もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。今年も終わるね。いや、今年も終わんのに魔行ですよ。魔行、いや、いい締めだったな。